ノイエンタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、マ村チソンである。ノイエンタールの長域は、ケラーバルトの東、シュバルム川、ギルザ川、メルレバッハ川の谷に位置する。北から北東にかけてのボルケンと、南のシュバルムシュタットとの間にあたる。長域の一番北、レーマースベルク地区の近郊にある、アルテンブルク山がノイエンタールの最高地点である。 ノイエンタールは、北は、バートツベステン、東は、ボルケン、南は、フリーデンドルフと、シュバルムシュタット、西は、イエスベルクと境を接する。この町は、ビシュハウゼン、ドールハイム、ギルザ、ノイエンハイン、レーマースベルク、シュリーヤバッハ、バルタースブリュック、ツインマースローでの各地区からなる。ノイエンタールの町は、ヘッセン州の自治体再編に伴って、 1971年12月31日に、それまで独立した町村であった、ビッシュハウゼン、ドールハイム、ギルザ、ノイエンハイン、シュリーアバッハ、バルタースブリュック、ツインマースローデが合併して成立した。1974年1月1日に、これに、レーマースベルクが8番目の地区として加わった。ノイエンタールの議会は、23議席からなる。 町長の会クネッパーは2005年9月25日に64.2%の票を得て選出された。2011年8月14日の選挙でクネッパーは82.3%の票を獲得して再選された。この選挙の投票率は63.2%であった。人気のハイキングの目的地が 北に隣接するボルケンやバートツベステンとの町境、レーマースベルク地区近郊に位置するアルテンベルク山である。ここには、展望台とケルト時代の環状城壁アルテンブルクの遺構がある。町の東、ノイエンハイ地区の近くにノイエンハイナー湖がある。この湖は、ボルケンの活端の露天掘リアに作られた、キャンプ場のある水浴地である。 ノイエンハイナーコノイエンタールの重要なスポーツクラブが SG ギルザ、イエスベルク、バルタースブリュックとティス・ツインマースローデである。ノイエンハイナーコでは2008年から毎年ケルティックマントライアスロンが行われる。ノイエンタールはマインベーザー鉄道に面している。ツインマースローデとシュリーア・バッハにはレギオトラム・カッセル、トライザ線の停車駅がある。ビッシュハウゼンと バルタースブリュックとの間に位置するアウトバーンのノイエンタールインターチェンジは今のところ A49 号カッセルボルケンノイエンタール線の終点である。この街の東を連邦道 B254 号ホムベルクフルダ線が街の西を連邦道 B3 号カッセルマールブルクが通っている。ありがとうございます。